次世代電池が最近話題によく上がっていますけど、今開発が進んでいたり注目されている次世代電池ってどんなものか、セイラさんは知っていますか？最近注目を集めているものだと、フルオライドイオン電池って電池かな。フッ化物イオンを使っている電池なんだけど、リチウムイオン電池よりもすごい力を秘めているかもしれないの。すごい力ですか？気になります。今日はフルオライドイオン電池について最近発表された内容も含めてお話しするわ。少し難しい内容になっちゃうかもしれないけど、ハヤト君頑張ってついてきてね。はい、よろしくお願いします。それでは早速レッツゴー。フルオライドイオン電池の開発。フルオライドイオン電池って初めて聞きました。フルオライドイオン電池っていうのは、電解導体としてフッ化物イオンを使った電池のことよ。フッ化物イオンはとても安定していて、広い電気化学窓を持っているから、電池の電解導体としてとても高いポテンシャルを持っているの。高いポテンシャルというと、例えばどんなことができるんですか？電気自動車を想像してみて。電気自動車が1回の充電で1000キロ走ることができるのよ。1000キロですか。それはすごいですね。すごいわよね。そんな電気自動車用のフルオライドイオン電池の原型を試作したのは、なんと日本のトヨタと京都大学なのよ。そうなんですね。トヨタと京都大学は蓄電性能において、フルオライドイオン電池はリチウムイオン電池の7倍もの力を発揮できるめどを立てたのよ。そもそも2018年にホンダリサーチや NASA が室温で使えるフルオライドイオン電池を作る方法を見つけていて、当時の電池の8倍長持ちすると言われていたの。8倍、それはすごいですね。今回トヨタと京大が試作したフルオライドイオン電池は2018年のものと何が違うんですか？2018年に作り方を発見したフルオライドイオン電池は電解質が液体だったんだけど、今回試作したものは固体電解質を使っているのよ。固体なんですね。電解質が固体だと液体と違って安全性が高いんですよね。その通りよ。燃えにくくて熱を逃がす工夫を省けるの。フルオライドイオン電池って他にどんな特徴があるんですか？今からお話しするわね。フルオライドイオン電池の特徴。フルオライドイオン電池の一番の特徴は、やっぱりエネルギー密度が高いということ。リチウムイオン電池と比べて少なくとも7倍以上のエネルギー密度が得られるの。少なくて7倍って相当高い数値ですね。そうなのよ。しかも最大だとリチウムイオン電池の10倍のエネルギー密度が得られる可能性もあるらしいわ。10倍ですか。フルオライドイオン電池は本当にエネルギー密度が高いんですね。どうしてそんなにエネルギー密度が高いんですか？フルオライドイオン電池にはイオンを収納する入れ物がないからなの。どういう意味ですか？そうね、わかりやすくするためにリチウムイオン電池と比べてお話しするわ。リチウムイオン電池にはイオンを収納するホスト材料というものがあるの。そのホスト材料の間でリチウムイオンをやり取りしているのよ。このやり取りのおかげでリチウムイオン電池は繰り返しの重放電特性に優れているの。なるほど。フルオライドイオン電池の方はどうなんですか？フルオライドイオン電池にはホスト材料をなくして金属そのものを電極として使っているのよ。ホスト材料があると重量や体積がかさむからエネルギー密度に限界があるの。だからホスト材料をなくすことによってエネルギー密度を大幅に上げることができるのよ。そうなんですね。他に特徴ってありますか？そうね、環境負荷が小さいことかしら。リチウム資源って採掘にたくさんの水が必要なの。フルオライドイオン電池はリチウムを使わないから採掘にかかる環境負荷を小さくすることができるのよ。地球にも優しい電池なんですね。そうよ。そういえばフルオライドイオン電池はいつから研究されていたか、ハヤト君知ってる？そうですね、次世代電池の開発は最近な気がするから5年くらい前ですかね。残念、正解は1970年代なのよ。フッ化物をベースにした電池の研究論文が1970年に発表されているの。
だから50年近くある歴史の研究なのよ。そんなに前から研究されている電池なんですね。でも50年近くも研究しているのに日の目を見るのが少し遅いような気が。ハヤト君の言いたいことわかるわ。実はフルオライドイオン電池は実用化ではリチウムイオン電池に抜かれていたの。けれど最近またフルオライドイオン電池に注目が集まって各企業研究が再加熱しているのよ。そうなんですね。なんでフルオライドイオン電池に注目が再び集まったんですか？それはフルオライドイオン電池の性能の高さよ。フルオライドイオン電池は理論上2500Wh の容量があって、これはさっきも話したけれどリチウムイオン電池の7倍もの数値なの。もし実用化ができれば電池が鬼門となっていた有人ドローンも夢じゃないわ。なるほど、これからの技術に合った電池ってことで注目されているんですね。そういうことよ。セイラさん、フルオライドイオン電池ってどんなことに使えるんですか？何に活用できるの？やっぱり電気自動車への活用が期待されているわ。ハヤト君、この表を見て。全固体フッ化物イオン電池とリチウムイオン電池の比較なんだけど、ハヤト君はこの表を見てどう思う？そうですね、セイラさんが先ほどおっしゃっていたようにフルオライドイオン電池はエネルギーの容量が高くて電気自動車の走行距離が1000キロ以上で発火のリスクもなくて、電気自動車の電池として使うにはもってこいなものだと思います。私もそう思うわ。フルオライドイオン電池はリチウムイオン電池をもしのぐ蓄電池として次世代電池市場でも有力候補なのよ。そうなんですね。セイラさん、フルオライドイオン電池やリチウムイオン電池、他にも次世代電池と言われるものは様々な企業で研究されていると思いますが、そもそもなんでそんなに各社電池の研究を行っているんですか？今次世代電池の研究開発が加熱しているのは電池を制するものが世界を制すと言われているからよ。電池を制するものが世界を制す、かっこいいですね。この言葉は技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センターの石黒常務理事の言葉なんだけど、リチウムイオン電池だけでも車載用の世界市場は3年後には6兆円を超えると言われているわ。6兆円、やっぱり電池市場はすごく大きな市場ですね。そうね、次世代電池の進化はね、動力として快適な走りや環境対応を後押しするだけじゃなくて、私たちが住んでいる街の至る所にある電気自動車が太陽光発電などの電気を蓄える蓄電池となって、再生可能エネルギーを社会全体で使いこなす巨大な蓄電池網を築くの。なるほど、次世代電池が進化すれば僕たちの生活がより便利に豊かになるってことですよね。簡単に言えばそうね。その次世代電池の中の一つがフルオライドイオン電池ってことなの。フルオライドイオン電池の課題。そんな期待されているフルオライドイオン電池にももちろん課題はあるの。まず一つ目は充放電サイクル特性が低いことよ。サイクル特性ですか？そう、充電するごとに性能が落ちてしまうの。もちろん改善に向けて研究は進められているけれど、改善後でも20回程度の充放電で3割くらい容量は減ってしまったそうよ。20回で3割に落ちてしまうとなると、充電し続けると1000キロどころか1キロも走れなくなる日が来るっていうことですよね。そういうことよ。それは電気自動車に使う電池としては不十分な気がしますね。そうなのよ、せっかくエネルギーがすごいという特性があるのに、それが最大限発揮できないのはもったいないわよね。今回発表した京都大学とトヨタ自動車などは、フルオライドイオン電池を実用化するために地道に努力を続けていくそうよ。早く実用化ができるようになったら、電気自動車の需要はますます高まりそうですね。そうね。まとめ。フルオライドイオン電池はリチウムイオン電池の約7倍のエネルギー密度を持っていて、電解質が全固体のものと液体のものがあるの。どちらも研究開発は進められていて、今回京都大学とトヨタ自動車によって研究発表されたのは全固体フルオライドイオン電池の方よ。電気自動車の走行距離としては1000キロも走ることができるわ。
だけど充電を繰り返してしまうと性能としては落ちてしまい、20回充電すると走行距離が700キロ程度になってしまうデメリットがあるの。こういった課題も踏まえて実用化に向けて研究が続けられている次世代電池、それがフルオライドイオン電池なのよ。皆さんはフルオライドイオン電池が実用化されて1000キロ走れる電気自動車が生まれたとしたらどこに行きたいですか？私はせっかくだから遠方に行ってみたいなって思ってます。ぜひコメント欄でお聞かせください。また次世代電池に関連する動画を3本ご用意しました。気になる方は終了画面からチェックをお願いいたします。それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。